ジョゼフ・フライク・バトラーは、アメリカ合衆国、ミシシッピ州ジャクソン軍、パスカグーラ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB ワシントン・ナショナルズ参加に所属。2008年の MLB ドラフト15巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、6月13日に契約。この年は、参加の A-9、スポケーン・インディアンスで62試合に出場し、打率。 301.4本類が31打点9盗塁だった。2009年は A 級ベーカーズフィールドブレイズで134試合に出場し、打率280.12本類が76打点6盗塁だった。2010年は A 級フリスコラフライダーズで132試合に出場し、打率277.10本類が58打点 8投類だった。2011年は A 級フリスコとトリプル a 級ラウンドロックエクスプレスでプレートリプル a 級ラウンドロックでは113試合に出場し、打率322.12本塁が57打点13投類だった。2012年はトリプル a 級ラウンドロックで137試合に出場し、打率九十点二零本塁が 78打点、6盗塁だった。2013年は、トリプル a 級ラウンドロックで開幕を迎え、8月5日にメジャー初昇格を果たし、8月7日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。9回表に代打として出場したが、1打数無安打に終わった。8月10日に、トリプル a 級ラウンドロックへ降格。9月2日に最昇をした。 この年は8試合に出場した。9月30日に戦力外となった。カージナルス時代2013年10月3日にウェーバーでセントルイスカージナルスへ移籍した。2014年3月27日に40人枠から外れてトリプル A 級メンフィスレッドバーズへ降格し、そのまま開幕を迎えた。31試合に出場して打率。360.4本塁が。 20打点と活躍し、5月9日にカージナルスとメジャー契約を結んだ。昇格後は6試合に出場したが、5打数無安打1死球3三振だった。5月23日に放出された。2014年5月24日にオリックスバファローズが獲得を発表。28日に来日し、31日に京セラドーム、大阪で入団会見を行った。 12月2日、自由契約公示された。2015年1月10日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。5月3日にメジャーに昇格した。その後は、指名打者と左翼手を中心に88試合に出場し、打率276.8本塁が30打点を記録した。12月3日にハンク・コンガーの加入に伴ってディーフとなった。 2015年12月7日にウェイバーを経て、クリーブランドインディアンスへ移籍した。2016年の開幕は、参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズで迎えた。7月31日に、アンドリュー・ミラーの加入に伴って、戦力外となり、8月5日に40人枠を外れる、形で、トリプル A 級コロンバスへ配属された。トリプル A 級コロンバスでは118試合に、 出場して打率。240.8本類打42打点。4盗塁の成績を残した。10月3日に FA となった。2017年2月10日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。